パリのマティニョン通りにある現在のベルネーム・ジューヌ・ガローベルネーム・ジューヌ・ガローはパリのガロー印象派の画家を多く世に紹介したことで知られる。ガローを経営するベルネーム・ジューヌ家は18世紀にトゥーケン・ブザンソンで画材屋を営んでいたところまで遡ることができる。ジョセフ・ベルネームの後を継いだ息子のアレクサンドル・ベルネームはこの地を訪れたウジェーヌ・ドラクロは、 ジャンバティスト・カミー・ユコロー、ギュスターブ・クールベといった画家たちと交友を思った。1863年、同郷のクールベの助言を受けて、アレクサンドル・ベルネームはパリに移り、ラフィット街に画廊を開いた。この画廊では、バルビゾン派の画家たちの作品が展示されたほか、1874年には、初めて印象派の作品が展示された。年、アレクサンドルは、 二人の息子、ジョス・ベルネーム・ジューヌ、ガストン・ベルネーム・ジューヌと共に、美術批評家、ジュリアン・ルクレールの助力を受けて、フィンセント・ファン・ゴフ・ホの回顧展を行った。クールベの世界の起源をハンガリーのコレクターに販売したのもこの画廊であった。1906年、ベルネーム兄弟は、マデレーン大通りに画廊を構え、ピエール・ボナール、エドアル・ビューヤール、ポール・セザンヌ、ジョルジュ・スーラー、 キース・バンドンメン、アンリ・マティス、アンリ・ルソー、ラウル・デュフィ、モーリス・ド、ブラマンク、アメデオ・モディリアーニ、モーリス・ユトリロ、ジョルジュ・デュ・フリノワなど、前衛の画家たちの作品を展示した。1925年、画廊は、マティニョン通りとフォーブル、サントノレ通りとの角に移転し、現在に至る。移転後店舗の開業は、19世紀と20世紀の名品店で飾られ、 フランス大統領ガストン・ドゥメルムが式典に出席した。ありがとうございます。